機関可変電車。日本における機関可変電車とは、電車機関を線路機関に変動可能な試験電車。フリーゲージトレーン、フリーゲージトレーン、FGT とも言うが、これは和製英語で、英語ではゲージチェインジェブルトレーン、またはゲージコンバーチブルトレーン、GCT という。日本では主に標準機、1435mm と狂気。強機 1067mm の両方の線路上を走行可能な車両を開発すべく国土交通省の施策で日本鉄道建設公団現鉄道建設運輸施設整備支援機構の意によりフリーゲージトレイン技術研究組合が開発を進めていたが現在は鉄道建設運輸施設整備支援機構の直轄で進められている。期間化編は 鉄道車両が異なる機関の線路へ直通することができる機構であり、車輪を車軸方向にスライドさせる台車を搭載した車両を機関の異なる線路を接続するように設置された機関変換装置通過することで機関を変更できる。この技術を用いれば、標準機の新幹線と競気のままの在来線を直通運転する列車を運行できる。また、乗り換えが不要となり、 利用者の負担軽減を図ることができる。全線フル規格新幹線に対しては、所要時間の面で格段に劣るが、新規路線の建設用地確保が不要であるため、建設コストや建設期間を大幅に抑えることができる。また、ミニ新幹線のように改め機による在来線のネットワークの寸断も生じない。このため、実用化に至れば、新在直通乗り入れという、 同じ効用を得るためのコストとしては、期間可変電車の方が格段に低くなる。新規のミニ新幹線が建設される可能性は低くなる。ただし、十数年かけてもなお実用化の目途は立っておらず、開発費がかさんでいる。これまでの試験車両の試験結果では、新幹線区間では目標を達成しているものの、在来線の曲線区間においては、 既存の特急列車に比べて速度が最大で時速 40km も低い状態であった。その後新たに開発された新型台車も振動や速度に問題があり、台車の改良は断念された。国土交通省はこの問題の解決のために継ぎ目の少ないレールを導入するとしている。ただ、これはあくまでもレールの継ぎ目を溶接してロングレール化することである。 九州新幹線、長崎ルート、竹尾温泉諫早は、機関可変電車の実用化を前提として工事が進められていたが、開業予定の2022年度までに実用化できる、目処が立たず、九州旅客鉄道は導入を断念した。全面開業のためには、根本的な計画見直しをする必要がある。第一次試験車両は、GCT01 から1。 GCT01 から2、GCT01 から3の3両編成。走行試験では、新幹線区間でも、時速200キロメートルまでしか出せず、車輪が揺れる問題もあった。この車両の試験に伴い、新下の赤駅構内に、直流線5 0 0 v 交流 25KV、60Hz のデッドセクションと、機関可変装置が設置された。また、 g c t 0 1は、車席を持っておらず、保守用のモーターカーと同じ扱いとなるため、試験時には、線路閉鎖の必要があった。2007年、平成19年5月27日、鉄道建設、運輸施設整備支援機構により、JR 九州小倉工場で、試験車両が、報道公開された。g c t 零一から二百一、g c t 零一から二百二。 g c t 0 1から203の3両編成で、オール電動車、在来線区間硬直両用。車体はアルミニウム合金製。営業運転を意識し、中間車に座席が設けられた。駆動装置は、一時車で直接駆動方式と、カルダン駆動方式と2種類設けられたものが、カルダン駆動方式に統一された。一方で、ブレーキシステムは、ディスクブレーキ1、 2号車と、原動機内にブレーキを持つバネ管、ブレーキ、3号車の2種類が設けられ、双方の有用性を図る。高速性能を高めるために、戦闘形状をより抵抗の少ない流線型にし、各種機器の簡素化を図って車体が軽量化された。1、2号車に新材兼用の低層音収電装置、パンタグラフが搭載された。空気バネが利用された。 電子制御の車体傾斜装置が備えられた。新車両の開発費は一辺制約30億円。一次車両より軽量化された台車となり、振動、揺れが軽減され、乗り心地の改善が図られている。新幹線区間での最高速度は時速 275km、在来線区間で時速 130km が目標とされ、全車は 時速 270km 運転を実現したが、在来線のカーブ区間では線路への高負荷のため時速 80km 程度と目標に及ばなかった。新八代駅構内に新在直通試験線と交流 25KV20KV60Hz のデッドセクション機関可変装置が設置された。小倉工場で基本的な安全性を確認した後、 8月までに、日報本,本線で、走行試験が開始される予定であったが、機器類の調整で12月まで延期された。2009年、平成21年6月に新八代駅構内の、新在直通試験線での新在直通試験実施。2009年、平成21年7月下旬からは、九州新幹線鹿児島ルートの新水浜田、川内間において、 新幹線区間の走行試験が施され、最高時速は時速 270km だった。しかし、台車に問題が多く、この台車での実用化は断念された。走行試験は2009年、平成21年末で中断され、2010年、平成22年現在新たな台車の開発に移行したものの、その3代目の台車でも車輪のブレが発生し、 改良が難航していた。9月7日に開かれた国の基幹可変技術、評価委員会ではカーブでの走行試験結果について、台車の改良だけでは目標達成は難しいとし、今後は台車の小型、軽量化と合わせ、レールの継ぎ目を少なくする、ロングレール化やレールの幅など、誤差の管理を厳しくする、軌道生成などの改良を検討し、目標達成を目指す考えを示した。 一方、車輪の幅を変える、機関可変機構などの技術は一定の耐久性を確認し、確率の目処が立ったとしている。2011年、平成23年3月に改良台車が完成し、四国へ送られる。当初は4月から試験走行を開始すると報じられたが、予定より遅れて6月28日に予算線、多度津坂井出間で新しい台車を装着した。 試験業がスタートした。8月22日からは、多土津滝浜間でカーブ区間の走行試験を実施。これらの結果などは10月27日の機関可変技術評価委員会で審議され、旧カーブの走行試験は、台車の軽量化、ロングレール化などで、在来線カーブの目標速度である85時速 130km を達成したことを確認。これにより、課題とされた、 在来線カーブでの走行試験で目標を達成し、実用化に向けた基本的な走行性能に関する技術は確立しているとの評価をまとめた。12月15日からは予算線で在来線耐久試験が開始され、2013年9月21日に走行試験終了。それまで計10万キロメートルを走行する。その他、新幹線高速走行試験なども行い、 それらの結果を確認し、実用化の最終判断を国が2013年度中に行う見通しとされた。新たな試験用には第3次試験車両が新造されることになり、第2次試験車両は実験を終了した。先頭車の一両は2014年7月20日より、愛媛県西条市の四国鉄道文化館南館で保存展示されている。 営業車両となる三次車両による実用化は当初2010年平成22年とされており遅れていたが二次車両での結果を踏まえ政府は2012年平成24年度予算案に過去最多の61億8700万円を伸ばし実用化に向けて二次車両より軽量化長編成化した三次車両の設計政策に着手した 2014年9月17日、JR 西日本は、金沢鶴ヶ間の開業に向けて、開発を進めている、北陸ルート仕様のフリーゲージトレインについて、2014年10月から、模擬台車を使った機械変換試験を始めると発、2014年度中に北陸ルート仕様の6両編成の試験車両の設計と製作に着手。 北陸本線敦賀駅構内に新設する約180メートルの実験線を用いて模擬台車に牽引車を連結して機関変換装置を通過さ、変換動作の確認などを行う。試験車両の走行試験は2016年度中に始める。この案はすでに JR 西日本から取り下げている。都市圏における帰還の異なる鉄道間の直通との計画の経歴である。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。